イエーイ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。遅いか。いやートラブルびっくり。はい、1月6日木曜日朝9時となりました。バンミカセです。今年もよろしくお願いします。流れてますかこれ。はい、流れてます。大丈夫です。すごいですね、もう急にトラブル。そうですね、ちょっと、はい、機材トラブルで少しだけ、放送時間遅れましたが、はい、今年一発目の生放送を始めていきたいと思います。はい、七井さん今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね、もうディレクターが、はい、信号がね、はい、卒業して、はい、そして今日からはもう高一がミキサーをやりながら喋るという、ちょっとパソコンとの相性が合わないのかなと思って。はい、ということで今年も元気いっぱい沖縄を盛り上げていきたいと思います。七井さんお願いします。はい、じゃあまず最初にこの今年の意気込みというか、はい、そういうところから聞いていきたいなと思うんですけども。あ、急に、はい、急にこのいつものやつ読まなくていいの。いつものやつ、ね、いつものやついきます。はい、お願いします。この番組は日々何かに挑戦しているあなたと共に、私たちの声で沖縄を元気にし一緒に盛り上げていこうという番組です。今年もバンミカセよろしくお願いいたします。はい、お願いします。またラジオで聞けないあなたへ向けて YouTube ツイキャスでも生配信をしています。ラジオアプリリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。 YouTube ツイキャスでは著作権の関係で音楽を聞くことはできませんが、リスンラジオアプリでは今 FM 那覇を聴きの皆さんと同じように音楽を一緒に楽しむことができますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。さらに放送後は YouTube FM 那覇のチャンネルよりアーカイブ配信も視聴できますので、そちらの方でもお楽しみください。そして Twitter アカウントバンミカセで検索いただくとラジオと連携して楽しむことができます。ハッシュタグバンミカセでラジオにご参加お待ちしております。この番組はサンゴの村にある海と人に優しいホテルベストウエスタン沖縄オンナビーチ、マリンスポーツで大切な人と沖縄の素敵な思い出をソードフィッシュ、琉球自然薯と米粉で作られたグルテンフリーの万能風味麺、株式会社 GFL の提供でお届けいたします。ということで、はい、よろしくお願いします。はい、音楽かかりますか。はい、かけていきます。ようやくバンミカセの音楽がかかりましたね。はい、はい、ということで、はい、ここから始めましょう。はい、今年2022年ということなんですけども、はい、七井さんどういう年にしていきたいでしょうか。今年ですか。はい、今年こそはですね、頑張ろう沖縄ですよね。沖縄学校復興宣言ということ で、 そうです、ね、今日はなんと、はい、あのケニー金子氏が、そうですね、大スポンサーの、はい、大スポンサーが、はい、出ないんですか。ちょっとお話、はい、聞いていきますか。じゃあちょっと変わりますね、今日ここしか使えないので。はい、ケニーさん今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、こちらの番組でも公式として応援してるんですけども、この沖縄観光復興宣言、頑張ろう沖縄なんですけども、今年はどういった動きがある予定ですか。はい、そうですね、こちらですね、本当に、頑張ろう沖縄という合言葉を、使ってですね、はい、沖縄を元気にしていこうということでやっておりますので、もう本当に1日、まあ、昨日ね感染が600人で出ましたけど、はい、1日も早くコロナを、抑えつけてですね、はい、1日も早く元気な沖縄を取り戻そうと思って、はい、みんなで声掛けしていこうと思ってますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。頑張りましょう。いや、このスポンサー、番組のスポンサーにもついていただいている、はい、ベストウエスタン沖縄オンナビーチさんの支配人の、はい、ケニー金子さんでした。はい、はい、そうです、はい、もう今日新年一発目はぜひこの頑張ろう沖縄を今年流行らせるためにも、またね去年もね、でももう100社ぐらいの賛同してくれて、すごいすごいんですよ、はい、もうすごい動き回ってるんですよ。いや、すごいですね。仕事してますか。もちろんですよ、はい、そうですよね、はい、総支配人ですからね、はい、いや素晴らしい、ね、今日ね、これを沖縄観光復興宣言2022年沖縄観光復興宣言、はい、またね改めて本当に復興させるために動いていただかなきゃいけないということで、はい、新年一発目は顔を出してください。ありがとうございます。この番組でも随時いろんな状況というか、はい、報告していけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ね、でもね、新年あれですよね、本当にコロナ増えちゃいまして、そうですね、ちょっと用心しないといけないですよね、ま
マンボウでもマスクの着用とかはね、はい、しっかりして出歩きたいと思います。はい、曲ありますか。はい、あります。今年一発目の曲、スピードでウェイクミーアップ。お聴きいただいた曲はスピードで Wake Me Up でした。沖縄グルメ、イエーイ。大丈夫ですか、ミキさんは、はい、マイク上がってますか。はい、上がってます。はい、さあまずはこのコーナー、沖縄のグルメを紹介する沖縄グルメ。こいちくん、今日はどこのお店を紹介してくれますか。はい、今日は、はい、なんと、はい、首里でとても有名な首里そばさんと電話がつながってます。はい、はい、早速ですね、こちらのオーナーの中田さんに電話をかけていきたいと思います。はい、お願いします。もしもーし。はいはいはい、中田さん、明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで今回は、この首里そばさんのお話を聞いていきたいと思います。七井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中田さん、はいはい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。年末忙しかったですか。忙しかったですね。ですよね。おかげさまで。よろしくお願いします。はい、ということで、この首里ではとても有名な首里そばさんなんですけども、ご住所と、定休日の基本情報の方をよろしくお願いいたします。はいはい、まず首里そばの方が那覇市首里赤田町 1-36 番地で、はい、2号店のまた近くにあるんですよ、首里そば中田っていうのがありまして。あ、2号店もあるんですか。はい、こちら夜もお酒とか出してるんですけど、はい、昼はおそば出して。ここが那覇市首里回し町の 1-36 です。あ、那覇市、那覇市、もう一度お願いします。あ、2号店が那覇市首里回し町、回し町 1-36 1-36。 はい、はい、両方ともお店定休日はどうなってますでしょうか。定休日が木曜日と日曜日になってます。あ、木曜日と日曜日が定休日で。はい、はい、ありがとうございます。こちらの首里そばさんなんですけども、一番人気のメニューというのはどういったメニューになりますでしょうか。はい、やっぱり首里そばで沖縄そばが一番人気です。そうですよね、僕も一度、はい、食べに行ったことがあるんですけれども、すごく、ありがとうございます。はい、優しい味でとても美味しかったです。ありがとうございます。はい、こちらの蕎麦屋さんなんですけども、はい、何年頃からやられているお店になりますでしょうか。これもうやって27年ぐらいなんですね。結構27年ってすごいですね。ずっとこの首里でやられてるんですか。はい、そうです。あれですよね、首里城からあっちは
分かりやすい道順っていうのは分かりありますか？もう言うと、首里駅から来れば、首里駅降りて、はい、鳥堀十字路首里城向けに行くと、はい、セブンイレブンがありますんで、右手に、はい、このセブンイレブンの向かいの道を入っていって、うん、5、6軒目ぐらいになります。あ、看板が掲げられているということですね。あ、もうちっちゃな看板ですけど。あ、わかりました。結構ですね、はい、この大晦日というかお正月行列できてたんですよ、僕近く通ったんですけど。あ、ありがたいこと。そうですよね、すごい、はいはい、もうお店自体も開けてて、いえいえ、でもあれですよね、テイクアウトとかもなんかそばだけでも結構売れるんじゃないですか、うん、皆さん食べていかれるんです？どうでしょうか、中田さん。はい、何？ごめん、聞こえなかった。首里そばさんはもうずっと開けてたんですか、年末は？いやいや、あ、年末は開けてて、ね、正月の 1,2,3 は休んでました。ああ、そうそう、はい、年末に、年末に行列見た、はい、年越しそばを食べに来てた人たちがいっぱいいたんですね。もう年越しそばっていうか、昼しか開けてないですけどね。はい、行列ができてた、はい、うん。でこの首里そばさんなんですけども、まあ、だしとか麺とか このこだわりの部分を教えてください。はい、だしの方はできるだけ透明に近づけて、はい、濁らないようにゆっくり時間をかけてだしを取ってます。これはだしは何だしでしょうか？もう豚とカツオです、基本的には。はいはい、基本的にっていうかもう豚とカツオです。豚とカツオ。うん。結構どういった本当にもうスープは透明に近いような味わいで、はい、優しい味わいで、麺は細麺ですか、はい、太麺ですか？これもバラバラの麺ですね。へー、うん、半分機械で切って半分は自分の手で切ってますんで。これはそういったあれなんですか、狙いがあるんですか？バラバラにした方がスープがよく絡むんですよ。あ、なるほど、うん、均一より。トッピングはどういったものがありますか？うん、トッピングはもう三枚肉と、はい、かまぼことネギと生姜ですね。じゃあもうザ沖縄そばっていう感じの沖縄そばですね。はい、もう普通のですね。はい。いや、でもこれ、はい、中田さん普通の沖縄そばとおっしゃってますけども、すごい、はい、もう毎日行列できてるんじゃないかっていうぐらいとっても人気のお店なんですよ。いや、このシンプルがやっぱり一番難しいって言いますからね、うん、それでもう27年間首里で、はい、へー、観光客にもすごく有名なお店なんですけれども、うん、中田さん、はい、これはなぜこの観光客にすごい認知度の高いお店になったんでしょうか？いや、これね、なんで他にあまりこういうそば麺がないからかな。あ、これ結構硬いんですよ、麺の方が。あ、なるほど、硬い、うん、麺の方が本当にちょっと腰があるというか、腰が強すぎるぐらいあって強すぎる。これで他にあまりないからなのかな、うん、よくわからない、あ、中田さん自身もよくわからないけど、はい、結構、うん、いや、自分でね、美味しいからですって言えないからですよ。美味しいから並んでますよね。もう、そうそうそう、それはそうなんですけどね。はい、はい、という、首里そばさんを紹介していますけれども、はい、こちらの首里そばさんですね、番組のリスナーへ特典をご用意していただいたということで、中田さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どのような特典をご用意していただけましたでしょうか？いや、こんな大々的じゃないんですけど、はい、ラジオを聞いたっていう方には、はい、チンスコー、チンスコーなんですけど、一つ一個サービスします。ありがとうございます。ありがとうございます。営業、はい、営業時間は、何時から何時までになりますでしょうか？11時半からだいたい2時頃ですね。もうこれだいたいです。はい、売り切れごめんという形でしょうか？そうですね、はい、じゃあなるべく早めに11時半頃から開店してるということなので、はい、なるべく早めに足を運んでいただきたいということですけれども、この、はい、晩御飯ラジオを聞いたよといった方には食事をされて、チンスコーをサービスしていただけるということで、はい、ありがとうございます。はい、これもラジオ聞いたよって言った人にね。はい、わかりました。、うん、これ期間は、バブに稼いって言ったら怖いから、あ、ラジオを聞いたよって。わかりました。怖いからって何ですか？急にバブに稼いって言ったら怖いさ。
はい、これ期間がですね、今日から2週間、1月の20日まで、はい、1月の20日まで今日から2週間サービスしていただけるということで、はい、ぜひ首里そばさんに皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、ちなみに今日は休みですからね。あ、本日木曜日は、休みということで、今日お休みで、あ、お休みなのにラジオに出ていただいたんですね。あ、ありがとう、ありがとうございます。暇ですから。暇ですか。ありがとうございます。じゃあぜひね、はい、明日早い方は明日にでも首里そばさん行ってみてください。はい、はい、お待ちしてます。はい、何か PR ありますでしょうか。いや、もう十分です。あ、ありがとうございます。はい、はい、はい、ということで、本年一発目の沖縄グルメのゲスト、首里そばさん中田泰史さんに、お話をお聞きしました。中田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうも。はい、以上沖縄グルメのコーナーでした。 CM お願いします。株式会社 GFL の万能風味麺は、沖縄の無農薬で栽培された琉球自然薯と米粉で作られた美味しいグルテンフリー麺です。小麦粉を使用せず、本当にもちもちでコシもしっかり、体にも良くて美味しい万能風味麺。麺それ麺はそれ万能風味麺です。ソードフィッシュ3階にバルコラボオーシャンテラス前田岬店がオープン。全席オーシャンビュー、水平線に落ちる夕日を眺めながら本格的なピザやパスタ、那覇飯グランプリ受賞の牛レアカツをご堪能ください。今すぐソードフィッシュ沖縄で検索。ベストウエスタン沖縄女ビーチは、自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。聞いてよ奈良姉さん。はい、新年一発目、ちょっと緊張してますけども、はい、はい、このコーナーはですね、この1週間で起きたニュース、いろんなところから引っ張ってきてですね、はい、奈良姉さんに聞いてもらって、でいろいろぶった切ってもらおうというそういうコーナーになってますけども。別にぶった切りはしないですけど、ニュースをね。いやで、ね、たくさん面白いニュースを用意しようかなと思ってるんですけれども、はい、やっぱり本年一発目ということで、はい、沖縄県の初日の出のニュースから、うん、はい、はい、紹介していきたいと思います。うん、いきますよ。はい、はい、平和記念公園で本土復帰から50年を迎える年の初日の出ということで、うん、1月1日のニュースです。糸満市摩文仁の平和記念公園では、沖縄の本土復帰から50年を迎える年の初日の出に、訪れた人たちが平和への思いを新たにしていました。糸満市摩文仁の平和記念公園には1日早くから100人以上の市民などが訪れ、初日の出を待ちました。はい、はい、糸満市は1日明け方、水平線上に、これ何、新聞記事をずっと読むわけ。ちょっと噛み砕いてこいよ。区切りのいいところでね。これでも結構ピックアップしてますよ。はい、1日の明け方、はい、水平線上に薄い雲が広がりましたが、うん、日の出時刻の午前7時16分からおよそ5分後、雲の上から朝日が昇り、オレンジ色の光が差し込みましたということで、うん、奈良井さん、はい、初日の出ご覧になりましたか。いや、全然私、はい、31日は、はい、の沖縄子供の国のクリスマスファンタジーの、はい、司会をやってるんですよ。え、そうなんですか。そうなんです。去年はもう本当にコロナで、はい、しかも雨が降った、去年っていうか一昨年っていうか、はい、ちょっとわかんないですけど、うん、はもう雨が降って寒いし、コロナだし、でゲストもあまり来てなかったので、うん、それでも多分5000人ぐらいは入るんですよ、はい、カウントダウンなので、うん、で今年は8000人入ってて、8000人、まあ、こんなことね、今コロナが増えてるのはあんまり大々的に言うとあれかもしれないんですけど、はい、うんうん、でゲストも8組60名ぐらいいて、すごい、もう超大盛り上がりで、大型イベントじゃないですか。はい、もう大変気持ちよかったんですよ。いや、すごい。それが2時ぐらいまで、はい、私はちょっとね
いろいろ終わりの作業まで含めると夜中の2時ですか。夜中の2時まで開けて、はい、1月1日開けました2時ぐらいまでだったので、うん、帰ってくるのがもう3時ぐらいで、あお疲れ様ですお疲れ様です。寝てましたよね初日の出でも、あなるほど、今年の初日の出は本当に綺麗だったみたいで、みんな SNS にアップしてたじゃないですか、うん、はい、見ました。いや見れなかったんですよ。何してたんですか。いや寝てました普通やな。そうですね普通やないやじゃあ年越しの瞬間は七重さんはお仕事中だったということで。お仕事中ですよ、もういつも年末ね、はい、もうお仕事中で。いやでこのクリスマスファンタジーって聞くと、はい、沖縄県民では知らない人はいないっていうぐらい CM にもバン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 流れてますし、はい、年越しカウントダウンイベントっていうことですよね。はい、が一番もう メインですよね。花火の量とかも全然違うので、すごい。でゲストも本当にたくさん出ていただいて、はい、最高でしたね。8000人、まあ、ちょい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 あの自分の、ね、広告を毛抜き屋さんの広告を入れながらしてたんですかビンゴ大会とかもね、はい、やりながらまたね広告入れながら、怒りないですね。でも本当にピタッと進行できましたんで、いや時間通りピタッと。素晴らしい。まだねこの2年間は本当イベントとかも少なくて、はい、なかなかこの司会業の方が少なくなってたんですけど、うん、まだまだ全然現役できるなと。いやー我らが七重姉さんすごい今年はね本当にねやりたいですよね。そうですね、まあ、イベントとかもやりたいんですけれども、こういうなんか司会業とかも、はい、七重さんはあの募集っていうかこのやってるんですか。募集あしてますよ、いつも。あの問い合わせ先っていうのはどちらなんですか。問い合わせ先、あのビューティークイーンにとりあえず切っていただけたら、はい、毛を抜かれるか、毛を抜かれるか打ち合わせするか、はい、どちらかだと思うんですけど、ちょっと今ここで一件ね、ツイキャスがごめんなさい、あの長谷川さん、はい、七重ことよろって入ってるのでね、ことよろことよろ長谷川さん本当にね、はい、いつもありがとうございます。私の唯一のファン全然ファンじゃなかったらごめんなさいはい、よろしくお願いします。ね、初日の出、でも初日の出、日が出る前に、はい、このマブニの平和記念公園で100人いてよかったよね。あ、本当ですよね。一人で待ちたくないよね。待ちたくないですよねえ、ここで合ってるかなみたいな、ちょっと怖いよね、はい、いやじゃあもう来年こそは七重さん、はい、あ来年あの今年こそは、はい、たくさんイベントとかあのビューティークイーン、そうです、出たいです、はい、いやだからねビューティークイーンもやっぱり毛抜き屋さんと送信やってるんですけど、はい、のね、まん延防止入ってしまうと、うそうするとキャバ嬢が来なくなっちゃうじゃないですか。あ、なるほど、キャバ嬢さんがあれですか結構主力な主力な、そうそうお客さんなんですね、メインターゲットとなってるんですけ ど、うん、ねえちょっとね、でも本当にこのまん延防止が正しいんですかね。まあこれはいろいろね意見ありあると思いますけども、いろんな意見あると思うんですけど、去年1年間そうやって、ね、飲食店だけ規制かけてて、はい、で結局増えるときは増えて、はい、え なんで少なくなったのっていうのを、うん、なんか誰も分かってないじゃないですか。確かにそうですね、そうですよね、うん、それでオミクロンってなんか風邪みたいな軽症だって言ってるのにもかかわらず、うんうん、また飲食店だけ規制すんのみたいな、確かにと思うんですけど、飲食店に関わってる皆さんはたまったもんじゃないですもん ね、 ねえ、うん、だからクラスターだってこのコロナっていう言葉でコロナコロナってなってるけど、はい、だってこのコロナ前とか普通に職場で一人風邪ひいたらみんな風邪ひいてましたよね、うん、あそうですね、だから、うんうん、そこまでなのって思う、まあこれについてはねいろんな意見があるので何にも言えないですけど、はい、とりあえず飲食店閉められるとビューティークイーンはだいぶ困りますね。なるほど、で、うんうん、保証ないじゃないですか。あそっか、はい、協力金とかないので、はい、エースでね困っちゃうんですよね。もうこれぜひね、ぜひね、脱毛を考えている人、はい、ぜひビューティークイーンに、そう、もう、はい、とりあえずまずはねデニーさんからねまさかの来てほしいですよね、はい、お願いします。もうねエステの方すいませんっつってねはい、ということで、はい、じゃあ今年も、はい、七重さんの商売の繁盛を願って、はい、よろしくお願いします。おなんだなんだこれは、はい、はい、次のニュースお願いします、はい、あと一つニュース紹介します、はい、那覇市の飲食店で14歳から17歳の少年9人が集団飲酒、はい、1月1日のニュースです、はい、那覇市内の飲食店で14歳から17歳の少年9人が元日の1日集団で酒を飲んだとして警察に補導されました。あらららら、補導されたのは14歳から17歳の少年合わせて9人で、
警察によりますと1日午前8時半過ぎ那覇市松山の飲食店で集団で酒を飲んでいたということです。でお店飲食店は未成年だとは思わなかったなどと話しているということで警察が詳しい経緯を調べています。うーん、いやこれ分かりますよね、中学生ぐらいですよね。すごいですね、うん、中学生だって入れる側も中学生って気づかなかったんですけどね。わかんないですけど、あれ中学生って墓でお酒飲むんじゃないんですか？さすがに違う。お正月だから。お正月はちょっと 墓じゃないのかな。まあね、ちょっとこれはあれですよね。あのお店の人も気づいてないということで、まあ大人っぽい中学生も増えてきてますもんね。ですね。見ただけではわからないかもしれない。はい、でもすごい堂々としてますね。本当ですよね。ねえ、だって17歳、高校受験とかないの？いや、ね、センター前でしょ？まあ、受験生ではなかったんじゃないでしょうか。ああ、そういうことですか。いや、奈良井さん、お酒いつ頃から飲まれてました？はい、こんなの言えるわけないでしょ。言われ公共の場で言えるわけ、あ、自己すぎてるわ。いや、の飲んだことはあるでしょ、中学生の時。いや、もう私はね、二十何年前だか、あの時効過ぎてますけれども、はい、だけど外で飲んじゃダメよね。そうですよね。そうだよね、うん、お店にも迷惑かかりますもんね。そう、うん、でとは言えないですけど本当に本当に私はね、そうね、はい、はい、ということで、まあ明るいニュースと、まあ、ちょっとおかしいニュースで、はい、今年の初めをスタートしていきたいと思います。またこの、あのコーナーではいろんなニュースを紹介していきますので、うん、皆さんぜひよろしくお願いしますということで、一旦 CM に行きたいと思います。はい、お願いします。青の洞窟でダイビングをしませんか？恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。ベストウエスタン沖縄オンナビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。 FM 那覇株式会社 GFL の万能風味麺は沖縄の無農薬で栽培された琉球自然薯と米粉で作られた美味しいグルテンフリー麺です。小麦粉を使用せず本当にもちもちでコシもしっかり、体にも良くて美味しい万能風味麺、麺それ麺はそれ万能風味麺です。ブルー、あ、そうです、それしてるのかな。バンミカセウチナンチュー。はい、このコーナーでは沖縄出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業実業家など頑張るあなたを応援するコーナーです。ということで、はい、今日は声のナビゲーターという紹介でいいんですか？はい、はい、ボイスナビゲーター、ボイスナビゲーター、はい、はい、立花さゆりさんがゲストにお越しいただいてます。ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。なんかそわそわしちゃう。そわそわしちゃう。本当に、はい、自己紹介を改めてお願いしていいですか？それます、はい、私はですね、あの 声の道案内人ということで、はい、ボイスナビゲーターという仕事をしております。フルボイスの立花さゆりです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。フルボイスのっていうのは、フルボイスという 会社、はい、野望を持って、はいはい、そうですね、はい、声に関することですとか話し方のトレーナーであったりということをしております。いや、すごい綺麗な声ですもんね。本当ですよね、はい、ありがとうございます。他も美しいんですけど、声がね、本当にね、綺麗なんですよね。いや、もう僕と大違いですね。そうですね。いや、奈良井さん、僕ね、とっても楽しみにしてたのが、はい、あの立花さんなんですけど、この番組の前の番組、うん、あのモーニング那覇で長年パーソナリティを務めてらっしゃる、はい、FM 那覇の
もう重鎮というか、はい、もう大ベテランの先輩なんですよ。長年というのはもうそちらの方も、あ、そちらの方もちょっとお話伺っていきたいなと思って、はいはい、そうですね、もう何年目、4年目なのかな、あのモーニング那覇が一番最初にスタートした時のメンバーですね、はい、すごいですよね。すごいですね。いやたまたまお声掛けいただきましてね、はい、あの朝の番組が空いてるのでいかがですかっていうことで声掛けいただきました、はい、でもね社長がね、あの、うん、朝の番組実はまあ20代の人で埋めたかったんだよねってことを言ってたんですけど失礼、それ失礼、ね、私いいんですか座ってっていうことでねスタートしたね七井さん20代だから選ばれたんですねじゃなくて昔20代でした。あ、昔誰しもが通り過ぎてきた道みたいな、はい、ということでね、あの、はい、朝の顔として毎週木曜日は務めさせていただいておりました。すごいですね。でも朝の番組を木曜日持ったっていうことで、うん、水曜日の夜飲めないのがこれ厳しいですね私もなんですけどいえいえ、七井さんは召し上がりますね。そうですもう本当に、ね、いつもね、すれ違いでねほんの 2,3 分ほどなんですけど、あ、七井さん見て、あ、昨日飲んだのかなって顔がだいたいむくんでるんですよね水曜日はね、もう週の真ん中なのでね、はい、やっぱりなんかちょっと気合い入れなきゃいけないじゃないですか。です、ね、はい、木曜日って結構辛いですよね。そうですよね、後半戦ですからね、週のね。本当に本当に、はい、でも、立花さんは、うん、なんてさゆりさん、はい、どっちが、うん、どちらでもいいです。あ、そうなんです、うんうん、さゆりさんは、はい、いつからこのボイス、はい、ボイスナビの仕事を。はい、そうですね、遡ること2008年でもう13年間になるんですけれども、実はね七井さん、はい、私あの人前で話すのがもう大嫌いだったんですよ。本当にもうね引っ込み思案で、声も小さいし、何をきっかけにこんな変わったんですかですよね、はい、なんでしょうねあのまあ、きっかけと言いますとね、はい、学生の頃なんですけども、はい、占い師に言われたんですよね不思議でしょ、はい、そう県外でね、あのみんなでじゃあ占いに行こう、当時流行ってたんですけどね、はい、みんなでじゃあ占いに行こうって言って、まあ、神戸の占いの館に行ったんですよね、うん、その時に占い師にね、あの、うん、喋る仕事向いてるわよって言われたんですよね。もう絶対嘘だと思いましたね疑ってしょうがなかったんですけどもね、はい、まあ、心の片隅にあって、じゃあもしあの時の言葉が本当ならやってみようということで、この喋る世界の門を叩きました。へえ、っていうとこです。でもまあ最初後悔しましたよねだってもうみんなね、まず最初にスタートしたのが、はい、あのブライダルの司会者養成コースっていうところのね、はい、あの 入門したんですけども、いる方々はもう七井さんのようにこう、ね、メディアで活躍している方だったりね、うん、元アナウンサーとか現役アナウンサー、あとはもうなんとかの女王とか、いる中でもう地味な私、はい、いや本当ね、そういったとこからスタートしたんですけどもね、はい、まあ、いろいろあって、いや、なんか向いてそうですよね、落ち着きがあって。本当ですよね、はい、なんか朝に聞いたらすごくホッとする声の、はい、質してるので、よかった。あの月曜日から金曜日までね、モーニング那覇、ね、あの若い皆さん頑張ってて、月火水木金なんですけど、若い落ち着いてる若いみたいな感じですよね本当に急にね、しっとりする、うん、しっとり、しっとりする、木曜日、まあ、木曜日はね、はい、そうなんですよ、はい、で、あのみんな仲がいいので、例えばグループラインでわちゃわちゃやっていたり、今度じゃあこんなコスプレしようとか。へえ、いや、そう、コスプレもちゃんとされてるんですよね、うんうん、あ、コスプレですか、はい、イベントの時ってことですか。あれはハロウィンでしたね。なるほど、うん、そうですね、みんなでやりましょうっていうね、あの、号令番長がいまして、なんかやらなそうじゃないですか確かに、いや、私はもうおしとやかな、いつものあの確かにね、コンサバにしますからみたいな、なんかそういう雰囲気じゃないですかはい、はい、しっかりやってましたよね、一番やってたんじゃないですか一番ミニオンになってましたバナナも持ってきましたからね
はい、ということでね、あの、うん、皆さんに楽しませていただいてます。みんなの子も私たちのモーニング娘よねって言ってるんですけども、はい、私たちの昔のモーニング娘昔のモーニング娘、20年前のモーニング娘。いや、あれが一番でしたよ、あのモーニングコーヒー飲もうよっていうのがあれが一番ですよ、もうですよね、はい、いや、この結構ね、モーニング那覇っていうのが何年あるんでしたっけ。はい、もうね、3月で5年目に突入するのかな。おー、すごい。この5年間、はい、5年目に突入するモーニング那覇さんなんですけど、うん、月曜日から金曜日までパーソナリティが日替わりで変わっていくんですよね、うん、はい、そうです。で、この、うん、結構ね、他の曜日は、まあ、移り変わりが激しいというか、結構あの担当の方が変わる、うん、周期があるんですけど も、うん、もう最初からずっとやられてるのも立花さんなので居座ってます。いや、なんかすごいなと思って、この継続の力というか、なんかそこに僕なんかすごく尊敬の念を抱いていて、なんかこの FM 那覇でこの5年間長いことやられている中での、まあちょっとこんなことあったよ、うん、あんなことあったよみたいなエピソードってありますか。はい、もうたくさんありますね。あの、バンミカさんね、朝一発目音声出なくて、どうしたのってちょっとわたわたしてたんですけれども、はい、そういった音声トラブルもありました。ああ、なるほど。ありましたね。その当時はもうゲストさん呼ばなくて一人だったんですけども、はい、まずパソコンがフリーズしたとか。あこういう時ってどうするんですか。もう喋るしかないですよね。ずっと喋り続けてるんですか。なるほど。でこっちでわたわたこうパソコンいじりながら、そうですね、スタッフさんも来て、うん、どうしよう今日音楽出ないね一人つらい。辛いですよね、はい、そんな時にもリスナーさんからね、こうあったかいこうメッセージを寄せて、頑張れとかね、いろいろなね、ツイキャスから、あ、でもパ、そうか、フリーズしたので、こうやって iPad から見ながら、はい、なんかね、どうします、七井さん、もし一人で、まあ、七井さん大丈夫だったら私もフリーズしそうですよね、本当にね、こんなのも経験したら、でも強くなり、あ、なりますね、確かにもう、やっぱり、喋るしかないからっていうところですね。はい、それともう一つ大きな出来事があります。これは七井さんも記憶にあるかもしれない、もしかしたら小市さんもあるかもしれない、はい、あろうことか私あの寝坊して遅刻したことがあすごい去年ですよね、これ、はい、それこそこの水曜日の夜ですよね、はい、あの米津玄師のラジオを聞いてしまったんですよ。あ、はいはい、オールナイトとかですか。あの、何だったかな、なんか深夜の、ね、ネット配信してるやつを、ね、はいはいはい、聞いてしまったんですよね。で彼曰く、いや、なんか僕なんかまだまだで、まあ、曲をもうちょっと、ね、あのブラッシュアップしなきゃみたいなこと言ってたんですね、うん、ああ米津いいこと言うなって私も明日のラジオ頑張ろうって思いながら寝ました。はい、起きました。はい、8時15分もうアウトですよね。はい、その時に限ってて、あの携帯電話を遠くに置いてて、うん、でスタッフさんが電話してくれてるんですけども、うん、取れなくてっていうの。しかもゲストさんいたんですよ、その時に。すごい。なるほど。もう凍りついた。凍りついて、その時はどうしたんですか。その時にはすぐ電話して、はい、すいません今起きましたで、どうしますかって言ったら、今から行きますってゲストさんもいるので、ちょうどの月曜日のちょっとストリームのパーソナリティの菅さんだったんですね、はい、あ、なるほどなるほど。菅さんすごく遠くから来てくれたんですよ、はい、なのに出演時間が10分ぐらいだったっていうね。うわ、もう本当にもう今でも凍りつきますね。なるほど。いや、怖いですね、その経験。怖いです ね、 ですね。で確か入ってきてすぐ七井さんの顔見て、七井さんどうしようっておっしゃったそうでした、そうでした、っていう風にね、慌てたのを覚えてます。いやいや、そりゃね、5年もやってたらね、そうですよね、そうですよね、うん、教訓です。水曜日の夜に米言を聞いてはいけないいけないねというところです。面白いですね。いや、もう私たちでもこの9時生放送で、結構私も6時半とかに起きるんですけど、っていうことはもう5時半とか6時とかに起きなきゃいけないってことですもんね。そうですよね。でもいざとなれば、まあすぐにいろんなこともできるけどっていう。すごい。でも本当にね、もともとこうやって引っ込み思案で結婚式の司会から始まって、うん、はい、こうラジオに至るまでっていうのは、うん、そうですね、ラジオパーソナリティは結婚式の司会者とほぼ、まあ、
同時に始めたことであるんですね、はい、それまで、うん、ラジオパーソナリティなんか誰がやるもんかと思ってましたからね。結構このフリートークでね結婚式の司会って割と決まった言葉を発するじゃないですか。ラジオパーソナリティってもなんか自分のいろんなことをさらけ出してずっと喋り続けるみたいなところもあって人間性も見られてしまうしよくその通りです。これ私もね本当やりたくなかったんですよ抵抗ありますよね。はい、そうなんですよ。そうなんですよ。ただまあ友達がね背中を押してくれて、はい、いやもう司会者でやるって決めたなら、はい、そういったなんでも喋るの練習だと思いなさいと、はい、トークの練習をすると思って、はい、受けなさいっていうことを言われてねっていうとこそうかなと思いながらもコワゴワ始めて、うん、今でもコワゴワこちらに座っておりますっていうとこですよ。全然全然13年ねベテランで大ベテランです。本当ですよね。まだまだです。今はラジオの他にもこうやってレッスンみたいなのもされてるんですか。はい、はい、ありがとうございます、はい、去年かな去年の5月からフルボイストレーニングスクールと言いまして、うんはい、そこでまあ話し方トレーナーとしてはい、お仕事させていただいております、はい、引きつけて信頼される話し方トレーナー引きつけて、はいはい、信頼される、はい、話し方に、やりましょう。大切ですね、はい、ということで、はい、お話ししております。話し方ってね、うん、おそらくこうなんていうのかな例えばアナウンサーになりましょうとか、はい、高校の頃放送部にいましたっていう、うん、ことがない限り、うん、おそらくこう学校にいた時代って勉強することってないんですよね。確かに、はい、発声練習とかね、はい、こう滑舌発音のトレーニングって多分ないかったと思うんですね。ないですね。ナネ、うん、さんも勉強されました。あ、私は一応勉強しました、うんね、はい、はい、もうベテランでいらっしゃいますからね、なので、まあ、一般の方はそういった機会がない、はい、で会社に入ってそこ先輩のこう話し方、うんでこう慣れていくっていうところもあるんですね、はい、だからまあ本格的に習ったことがない、うん、でもこうこれでいいのかなと思ってらっしゃる方も多いので、はい、うん、そういった方に向けて、まあ、話し方のレクチャーをさせていただいております。あ、はい、いやでもすごい勉強になると思うんですよ、うん、私なんか本当に小さい頃からめちゃくちゃ喋ってたんですよ、うん、なるほど抵抗なく本当にどこでも喋れたんですけど、はい、でももともと引っ込み思案で、うん、人前で喋るなんて考えられない人が確かにこうやって今喋ってっていうので本当にこれまでこう喋れなかった人に一から教えるっていうことができるんじゃないかなと思って。確かに私なんかこういろいろ教えてくださいって言われてもあ、バカズだからとりあえず出てみてみたいな。嫌だ、こんな講師は嫌だ、お金取れないだからすごく勉強になるんじゃないかなって思う。本当にでもバカズですよね。バカズですよね。自転車のね運転と一緒で、はい、ね、乗ってみないと上手くならないそうなんそうですね。確かに私も苦手なことをこう少しずつ改善したっていうので苦手な人の気持ちよく分かります。あ、それがやっぱねすごい一番重要だと思うんですよ。確かに。じゃあちょっと一旦 CM 行って、はい、はい、またこの後もお話を聞いていきたいと思います。株式会社 GFL の万能風味麺は沖縄の無農薬で栽培された琉球自然薯と米粉で作られた美味しいグルテンフリー麺です。小麦粉を使用せず本当にもちもちでコシもしっかり、体にも良くて美味しい万能風味麺、麺それ麺はそれ万能風味麺です。青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。ベストウエスタン沖縄女ビーチは自然をそのまま残した
海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。はい、ということで、はい、そろそろエンディングの時間が近づいてきました、はい、今年もね、うん、一発目の放送がそろそろ終わるということで、はい、今日ゲストに立花さん迎えてますけれども、はい、はいはい、立花さん、この他の番組のゲストで、うん、あの、うん、このトークするっていうのは初めてではないですよね。はい、そうですね、まさよちゃんの番組ゆるるんうちな、はい、うん、にも出させていただきました。はいはい、なんか立ち位置が違うとね、はい、すごく緊張しますねやっぱり引っ込みじゃ治ってませんね。いや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 、とんでもないですもん。毎週毎週ね、5年間もね。本当ですよね。しかも今日七井さんの隣っていうね、もう恐れ多いとこなんですけど。いや、でもこの2年間、うん、イベントとかかなり減ってたじゃないですか、うん、そうですよね、本当に大変ですよね。そうですよね、はい、さっきあの、うんうん、うちの大スポンサーの、あの、はい、ケニー金子氏が来て、はいはい、沖縄観光復興宣言2022、うん、沖縄観光復興宣言ですね、はい、頑張ろう沖縄で盛り上げていきたいということなんですけどね。あ、そうです、あの実は金子さんといえば来週の、はい、モーニングナハに出ただけ七井さんどうですか、ご一緒に。はい、あの金子さんってね、来週何喋ろうねって言ってたので、私も初見すごいな、うん、そうなんで、そんなお会いしたことで、ね、奈々さんよければ。ケニー金子さんはもうあのすごい真面目なので、あの奈々さん来てほしいなほぐしてあげてください私はまた別の日に伺いますそうですね、女子トークでね、女子トークでもそう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 、はい、朝から下品な話していいですか。ダメですか大丈夫、あの全部拾ってきますから全部拾ってきますから優しい優しいいや、じゃあもう来週の木曜日、うん、8時からのモーニングナハで、はい、ケニー金子さん、はい、出演するということで、いや楽しみですね。はい、ありがとうございます。とんでもないですね、はい、じゃあその観光のね、復興のあたりもね、はい、中心にお聞きしたいな。お願いします。はい、このじゃあ木曜日は、お聞きの皆さん、うん、木曜日は8時から、はい、8時56分モーニングナハで、9時から9時56分下地ならいの晩御飯、はい、この2本ね続けて楽しんでいただければと、はい、水曜日は夜更かししないでね米言も聞いちゃダメです米言ですね、別の日に聞きましょう、はいはい、ありがとうございますということで、はい、じゃあ七井さん、今日の振り返りお願いします。はい、振り返りいきますね。まず、なんだっけ、グルメだ、グルメ、はい、グルメのコーナーはやばい、もう開けましてあれなのに、シュリそばさんな、シュリそばの中田さんにご出演いただきました、優しい味、透明のスープ、はい、でトッピングはシンプル、はい、はい、でシュリでもう27年やっているお店ですよね。もうザ沖縄様、もうシュリでは知らない人いないぐらいの有名な。そうですよね、シュリそばってなんかすごい聞きますね、はい、そうですね、私もちょっと行ってみましょうね。定休日が木曜日と日曜日、はい、はい、今日だそう、今日お休みなんですよ、うんうんうん、だから、明日行ってください、はい、はい、お願いしますで、ラジオを聞きました、晩御飯って急に言われたらびっくりするって言ってましただからあのラジオを聞きましたと言ったらチンスコーがサービスされるそうです、はい、営業時間が11時半から2時ですけど、スープが売り切れ次第2時前になることもあるので、はい、早めに11時半に行ってください。はい、はい、で、チンスコーサービス1月20日までとなっております。行ってください。で、今まだねゲストで、はい、いらっしゃってますフルボイスの立花さゆり先生、先生、はい、恐れ多いです、さゆりアナいや、うん、この先ほどの、あの講座ですか、はい、あのどこからお申し込みというか問い合わせをしたらいいんでしょうか。ありがとうございます。実はの来週の木曜日かな、はい、ちょうど1月の13日木曜日に、講座がありまして、はい、場所がですね、那覇市西町にありますティルルの会議室で行われます。時間が午後7時から、8時半まであるんですけれども、その問い合わせですよね、はいはい、ではあのコクチーズという、はい、こういったあの学べるサイトがあります。そのコクチーズから
まあ、立花さゆりで検索していただけると、うん、発見できると思います、はいはい、なるほど。ただ、はい、ただね、今日からかな、はい、もうまん延防止のということにもなっていますよね。なるほど。そうなると例えば会場が使えなくなったりっていうこともあるので、はい、そのあたりは例えばFacebookとかでね、うん、延期だったり、まあ、オンラインに変えたりっていうことを考えてます。対面の、ね、ことができなくなってしまう、ね、でもね、対面でね、このね、美しい声とかね、うん、もう公演とかどうですか？予期公演で開催します。いいですね。めちゃくちゃソーシャルディスタンスで、そしたらね、この講座のね、 お客さんっていうかね、はい、生徒も声が出るようになるんじゃない？確かに。聞こえないよみたいな。ディスタンス中だからみたいなね。ここまでね、5メートル。そうそうそう、5メートル離れてるから聞こえないよ。喋るように言ってって。周りの人がびっくりしますからね。そうですよね。外の会場っていうのもね、はい、ありですね。なんか増えてきそうですよね。なんか外でいろいろイベントするのも。あとはね、まあ、ここにね、8時に、木曜日の8時に来たら、うん、橘さゆりさんの声が聞ける。そうだ、ね。そうですね。FM 那覇のこのガラス張りになってますから、ブースの前が。ここにでもね、観客とかいたらもうびっくりですよね。ちょっと怖いっすよね。結構でも県外ね、渋谷とかのラジオとかはアイドルとかが出たらわーっているじゃないですか。あります。こんなにいないんだと思ってたまには来てほしい。たまには来てほしい。いやいや、木曜日の9時からね、はい、来ていただければ七重さんのね、元気な笑い声が聞けますよ。皆さん、たまにね、なんかね、うん、通りすがりのおじいちゃんがね、こっち向いて写真を撮って、なんか誰なんだみたいな。ね、ここに来たらね、本当に喋り方教えますもんね。はい、はい、ということで、はい、すいません。いやいやいや、とんでもないです。はい、はい、じゃあコクチーズで、はい、コクチーズ立花さゆりで検索していただきましたら、うん、来週1月13日、はい、マンボウでどうなるか分かりませんけど、はい、木曜日の夜7時、うん、あ、そうですね、夕方7時から8時半まで、はい、この講座を、はい、引きつけ信頼される話し方講座、はい、いいですね、はい、ありがとうございます。あとですね、1月29日なんですけども、はい、東京会場で、はい、もう開催予定になっております。それ入れるんですか？東京に来てくれれば。あ、そうですか。行ってください。あ、僕ですか。じゃあ引きつけ信頼される話し方講座に、はい、イン東京でお待ちしております。イン東京で。いやー、ちょっと、ね、県外をまたぐのは、ね、県外をまたぐのは、ね、そこなんですよね。じゃあすぐにオンラインで。そうですね、オンラインで申し込んでください。はい、はい、はい、そうなんです。今年ね、はい、バズらせなきゃいけないんでね、うん、そうですね、ちょっといろいろ、はい、いろいろ面白おかしいことしていきたいですね。いいですね。じゃあ晩見かせからまずね、高一がね、ちょっと今年はね、いろいろチャレンジしていく。はい、そうなので、わかりました。楽しみです。さ、はい、最後なんか、うん、もういいですか、告知は。あ、もう十分、はい、十分させていただきましたので、はい、はい、皆さんでね、良いコミュニケーションを取れるような話し方を、はい、していきたいと思いますので、興味のある方はぜひご参加ください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストはフルボイスの立花さゆりさんでした、うん、ありがとうございました。はい、この番組はサンゴの村にある海と人に優しいホテル、ベストウエスタン沖縄女ビーチ、マリンスポーツで大切な人と沖縄の素敵な思い出をソードフィッシュ、琉球自然薯と米粉で作られたグルテンフリーの万能風味麺、株式会社 GFL、 パーソナリティは下地七重と日賀光一でお届けいたしました。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、来週もなんかちょっと面白い何かを持ってきてよ。任せてください。任せてください。任せてください。頑張ります。今年も頑張っていきますので、はい、また晩見かせよろしくお願いします。お願いします。今週はこの辺でさようなら。さようなら。バイバイ。